ラッピング車両。ラッピング車両とは、車体にデザインを施すためにフィルム、ラッピングフィルムを車体に貼り付けたバスや、鉄道車両などのことである。自社のブランドイメージの色を車体に施したり、車体広告に利用されている。なお、塗装、ペインティングによる、全面広告車両は本来はこの名称の対象外であるが、この項目では、交通機関の車体全面を使った広告についても、 扱う。鉄道車両などでは、側面などにラッピングを施す例がある。鉄道車両の場合、前面のみ塗装で、側面はラッピングにしたり、ステンレス製車両やアルミ製車両では、金属色をそのまま生かしたようなデインも多い。車体にデザインを施す場合、塗装では、思考や変更、復元に多大な手間を要するため、短期間の広告などには不向きであった。 また、デザインにおいても制約が大きかった。それに代わって、1990年代中頃から、フィルムを使う方法が普及した。まずあらかじめ粘着フィルムにデザインを印刷し、そのフィルムを車体に貼り付ける。その際、フィルムは部分的に切り取るなどし、ドアなどの可動部を支障したり、エンジン放熱用の穴を塞いだりすることがないように、処理する。側面や、 後部の窓もメッシュ状のフィルムを使用することで、車内からの視界を損なわずに装飾に使うことが可能になっている。塗装に比べて、施工や契約終了後の撤去作業が容易であるため、イベントや新製品などの短期間の広告にも向く。このように、車両をフィルムで包み込むラップことから、ラッピング車用、ラッピング広告と名付けられている。ラッピングは、 塗装に比べ表面のツヤなどに違いがある。ラッピングは曲面や凹凸部分にまで施行するのが難しく、窓枠やドアの縁など、車体の色のままになってしまう場合があるなど、難点もある。またこの方法は多大な空気抵抗にさらされ、気圧の激しく変化する航空機や高速列車には全面に用いることはできない。2000年4月に、 当時の石原慎太郎東京都知事の発案により、東京都交通局の路線バス、都営バスに登場した時、マスメディアを通じて、ラッピングバスの名称が広く使われ、一般に普及した。しかし、営業収入の赤字を補うため、バスなど、車両の車体全面を広告媒体にする手法は、都営バスが最初ではなく、それ以前より、世界的に行われていた。 日本の路線バスに限っても、1970年代から全国各地の地方路線バス事業者、青森市交通部、串路バス、京阪バス、琉球バス、源琉球バス交通などで見られた。他の交通機関に広げれば、1964年に長崎電気軌道の路面電車で実施されており、現在では路面電車やバスにおける全面広告は、 一般的な存在になっている。野外の看板などと同様に、都道府県や政令指定都市、中核市の屋外広告物条例の規制を受ける例が大半である。屋外広告条例やラッピングの内容で問題となることもある。日本では主に京都市内では、町の景観を維持するため屋外広告が規制され、京都市交通局をはじめとする京都の中心街、 繁華街を走行する路線バス各社は京都の印象や景観にそぐわないラッピング車両の多くが短期間で契約解除となった例がある。また、江ノ島電鉄はかつて企業の広告電車を多数運行していたが電車が走行する鎌倉市の条例変更に伴い全面広告をまとった電車の運行が中止されている。小田急電鉄3000系の富士子、会。 藤士尾作品のラッピング編成、カイトレーンが東京都の指摘により、予定より大幅に早くラッピングを解除する事例も出ている。その後、デザインを変えて復活している。前述のように、一部の地方事業者で少しずつ採用されていたが、2000年、平成12年に東京都交通局が路線バスに採用したことで、これまで全面広告バスのなかった土地にも普及し、 現在では日本各地で見られるようになっている。公営、市営とも経営が苦しい事業者が多いため、運賃収入以外の収益源を確保する目的のラッピング車両の運行に際して、前述の東京都などで屋外広告物条例が改正された事例がある。一般路線バスに広告を貼り付けるケースが大半だが、一部では高速バス、観光バス、 コミュニティバスにラッピングを行っているケースもあり、宣伝のために乗客を乗せずに駅前などの繁華街を回する場合もある。旅客輸送を行わない宣伝カーは、車体形状がバスでも白ナンバーである。広告、宣伝用ではない得意例としては、自動車メーカーからバス事業者へ短期間貸し出された車両にそのバス、事業者の塗装と同じラッピングを施し、 他の車両との外観を揃えたというケースもある。車体全体を広告フィルムで覆うことから、バス停留所にいる事業者からは運行している、バス会社が分からなくなる弊害があるため、正面だけフィルムを貼らずそのままにしたり、側面の窓やドア付近にバス会社名を表示する事業者が多い。中には、京阪宇治バスの一部車両のように、後面のみをラッピングし、 側面と正面には行わない例もある。タクシーやハイヤーにもごく少数ながら、ラッピング車両が存在する。日本では、北海道厚岸郡浜中町の、霧タップ中央ハイヤーの車両のうち2台は2012年より、ルパン3世のラッピングハイヤーとなっている。東京都の共同無線タクシー共同組合、現、日の丸交通グループでは、2012年の、 マレーシア独立55周年を記念して加盟タクシー100台にマレーシア政府観光局の観光キャンペーンのラッピング装を施している。日の丸交通ではアディダスがスポンサーとなり2014年の FIFA ワールドカップサッカー日本代表を応援するエンジンタクシーとしてユニフォームをイメージした青のラッピング装飾が11台のトタプリウスに施された。コンドルタクシーグループでは 2016年11月より通訳システムを搭載することをアピールするため、同年11月12日に公開された映画、金色モザイクプリティ、デーズと11月25日のブルーレイボックス発売の PR を兼ねて、保有車両の10台にラッピングが施された。タクシーのラッピング化について、コンドルタクシーの岩田正勝は、事故時の自社タクシー及びクライアントのイメージダウンと、 広告の競合先の人に乗ってもらえなくなることを懸念して、タクシー量のラッピング化には消極的だったが、車両が目立つことで乗務員の意識向上に寄与していると述べている。路面電車ではない鉄道車両でも、都道府県や政令指定都市の屋外広告物条例の規制を受ける形であるもの、同様な手法で広告媒体として鉄道事業者が用いる場合がある。 このような事例として古くは、江ノ島電鉄や近畿日本鉄道のアートトレイン、アートライナー等がある。鉄道車両の車体外部を使った広告の場合、バスや路面電車のような車体のほぼ全体を折ったものは少なく、多くはドア周辺や窓の下などに、帯状やスポット的に広告フィルム、ポスターを貼る手である。また、位置編成が同じ広告手。 スポンサーで統一されるものがほとんどであるが、女性専用車を実施している路線では編成中の該当車両に対し、女性向けの商品、化粧品等のラッピングを売るという事例もある、大阪メトロなど、車両内部の場合は、ドアや床などに施されている。2002年に、東京都外広告条例が緩和され、鉄道車両へのラッピング広告が可能になって以来、AD トレインなどが、 日本の至る地域で見かけられるようになった。古くは1987年に JR 東日本がコカ・コーラ社と契約し、全面広告の115系1編成を新越本線で運用していた、例、通称コカ・コーラ電車もある。なお、この全面広告編成では車内に自動販売機も設置されていた。路面電車においては、 基本的にバス同様、車体のほぼ全体に広告を印刷したフィルムを貼る手法である。バス同様に、公営、市営とも経営が苦しいところが多いため、運賃収入以外の収益源を確保する目的で、ほとんどの路線で全面広告車両が運行されている。なお、鉄道雑誌などでは、ラッピング車両なる故障が定着する以前から、広告電車という故障が広く使われていた。 列車やバスと同様に、航空機にも、機体をラッピングする広告が施されることがあり、アドカラーと呼ばれる。特に運賃以外での収益拡大が求められる、格安航空会社などでこの傾向が顕著である。日本でもスカイマークエアラインズ、現、スカイマークなど新規参入会社で、初期の頃に、機体全体を使った広告機が存在したが、2015年時点で、 機体全体を使用した広告塗装機は日本には存在してない。機体広告は機体が大きいだけに塗装費用が膨大になり、広告量が高くなる割には、飛行中は広告を見てもらえない、あるいは見えても小さすぎる、また空港に中期中も空港に来る人の中で一部順にしか見てもらえないなど、宣伝効果が小さいため広告主が少ない現状に、 純粋な広告とは言いにくいが、航空会社と外部企業などとの提携によるイベント的な塗装、オリンピックや FIFA フフワールドカップなど、国際的なスポーツイベントに関連するもの、ポケモン、ディズニーなどのキャラクターをあしらったものが多いがされることがある。機体に直接塗装する方法と、あらかじめ印刷されたフィルムを貼る方法があり、ANA のお花ジャンボは、 塗装で18日間かかった。フィルムは、住友 3M が大手メーカーで、JAL 悟空はフィルム210枚を使用している。なお、フィルム貼り付けの場合、飛行中は空気抵抗の他に、気圧や温度の変化で機体が膨張、収縮するためフィルムが緩むける剥がれることから、採用されることは少ない。採用されても、空気抵抗や機体の膨張、 収縮の影響が小さいところに部分的に用いられる。エアレースなど、スカイスポーツにおいても、自動車レースと同様に、スポンサーのロゴや、チームカラーに塗装した機体が多い。機体を広告として用いるもの、または、ある特定のキャンペーンの一環として塗装されるもの、航空会社自身の広告宣伝として、キャラクター等を使用するもの、楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。